はいどうも、マジシャン佐野ちです。イエイイエイということでですね、今日は、書籍レビューということで、マジックではないんですが、こちらですね、ジャンと The Rule of Rock ということでですね、こういう本を買って読んでみました。できる人の仕事の仕方ね、リチャード・テンプラーというね、海外の方が書いている本でございますね。使える要素っていうのがいろいろ入っておりましてですね、基本的にはまあ自分がですね、仕事に取り組む上で、どういう風にねやっていけば、まあ、できるやつに見えるのかっていうね、そういうノウハウが書かれている本になります。で、私はですね、こういうところからですね、いろいろ、まあ、ヒントを得てですね、ああなるほどなと思うんですけども、まあ結構ですね、中には共通言語的なものも書いてあって、私の好きなね部分っていうのがあるんですよ。で、これからね社会に出ていくあなたはですね、こういう本を読んでおくといいよということになりますね。はい、なぜならばやっぱりできるやつっていうのはどんどん昇進するスピードが速いですし、まあ私はね会社に所属するのは大嫌いなんで、まあこういうこと言うとあれですけどね、はい、まあ自営業が好きなんですよ。はい、で、こういうね、まあいろいろね、まあ人とのコミュニケーションの取り方とかね、どうすればその会社でねうまく歯車の中に入っていくかとか、自分の仕事を楽しむとかね、仕事に不満を抱える人多いですけども、やっぱり自分の仕事をね楽しんでやれる人っていうのは素晴らしい。仕事への情熱を労働時間で示さないとかですね、そういうのもいいですね。やりたいことをどんどんやるということですね。これはまだね難しい本かもしれないですけども、将来絶対役立つんで、読んでおいて損はないかなと思います。ということで、本日の書籍レビュー、The Rule of Work ということでお送りしました。ということで、ぜひ読んでみてください。えいえい。どうも、動画をご覧くださいましてありがとうございました。もしこの動画がね気に入っていただけたら、チャンネル登録お願いします。クリッククリック、 PC の方はこちらをクリックしてください。で、スマホの方は下の説明欄からですね、チャンネル登録の方お願いします。ということで、サロッチでした。イエイイエイ。